おはようございます。じゃあ今日はどこかにお出かけですか？いや、ここからその職場だったもんで。そうですか。ありがとうございます。もしよかったらおすすめのうどん店をお聞きしたいんですけども、いつも行くのはすぐそこの徳兵衛うどんってことで。おー、徳兵衛うどんさん。そこのカレーうどんがめちゃくちゃうまいんですよ。おー、カレーうどん来ましたか。出汁がすごいいい感じで、はあはあ、だいたい週1ぐらいです。週1めちゃくちゃ行ってますね。ただ行くときはもうずっとカレーうどんだけ、オンリーすごいですね。めちゃくちゃ好きじゃないですか。めちゃくちゃ好きでめちゃくちゃそこカレーうどんがうまくて、はい、ちょっと働きたいなと思って。本当学生の頃働いてた。本当ですか？一瞬だけですけどね、はい、カレーうどんが好きでそこで働いてた、働いちゃうほどお店の味に惚れ込んだうどん人一押し、徳兵衛うどんに決定です。週1で通う店舗は過密店ということで、早速バスに乗って移動開始。さあ到着しました。藤光1丁目というバス停ですね。ここから歩いてすぐですんで、早速行きましょう。ここです。ありましたね。じゃあまずは取材交渉から行きます。こんにちは。こんにちは。ごめんください。すいません。ありがとうございます。店長さん。いや店長さん。ラジオよく聞いてる。ありがとうございます。取材 OK いただきました。ありがとうございます。じゃあ早速店内お邪魔しましょう。失礼します。ごめんください。あ、涼しい。こんにちは。よろしくお願いします。すいません、今日はちょっと今回スタッフの田中さんによろしくお願いします。田中さんすごいパワフルな感じが、はい、ねえ、もう元気だけが取り柄なんで。いや素敵ですよ。ありがとうございます、ね、いつもテレビ見てね、うちに来なさいよかったってもういつも拝見しております。本当ですか？もう楽しみにしてました。わー、よかった。もう2回目だけね、2回目だけね。そうです、そうです。絶対うちに来てほしいと思ってもう欠かさず見ております。いや、よかった。ありがとうございます。めちゃくちゃ元気もらいますね。今回はですね、はい、カレーうどんをおすすめしてもらったんですよ、実は、はいはい、この時期とかでもやっぱ結構出ます、ね、そうですね、暑い時だけカレーとかがね、やっぱちょっと出るんじゃないですか。じゃあカレーうどん一杯、はい、お願いしていいですか？お作りいたします。はい、お願いします。はい、カレーうどんいて入りました。おー、入りました。お願いします。いいですね。チーズカレーパンに乗ってる、全部に。あ、ちょっと人気チーズです、ね、あ、やっぱ、じゃあチーズいきますか。チーズカレーにいたします。早い早いな。早いでしょ。さすが。いいですね。もう美味しいのを食べていただきたい方ですね。はい、よろしくお願いします。しっかりいっぱいお願いします。はい、久留米市本山にある徳兵衛うどん。家族連れに人気の地元で愛されるお店です。店内には手作りのお惣菜コーナーも充実しています。はい、ありがとうございます。来ました。いや、美味しそう。ありがとうございます。こちらでございます。いや、このね、カレーのスープがめちゃくちゃサラサラなんですよ。もう見るからに、少し真ん中にお肉も入って、チーズが入ってるという感じですね。いや、美味しそう。あ、田中さん、めちゃくちゃ美味しそう。すいません、はい、ちょっとお話、エプロンを持ってきてください。エプロン？ああ、カレーのエプロンもつけてくる。あ、なるほど。ご希望であればそれもつけていただけると。これもつけさせていただいて。どうでしょう。じゃあ早速いただきます。おお、いいっすね。結構サラサラ系のカレースープでございますか。うわ、美味しそう。めちゃくちゃいい香りしますよ。チーズを混ぜて食べていただいたらね、めちゃくちゃ美味しいですね。うまっ。ドキドキします。まずこのうどんの出汁がめちゃくちゃ効いてるんですよね。そこにやっぱカレーの味もプラスされて、辛さはそこまでなく控えめで、うどん出汁がめちゃくちゃ感じます。美味しい。食べ方としてはチーズももうガッとこうかき混ぜて、結構混ぜて食べたら美味しいんじゃないかなと私が思うんですけど、じゃあもうチーズの方もがっつり、がっつり絡めちゃいましょうか、ね。おチーズも絡めたところで
よいしょ、うわすごい。やっぱチーズも加わることで少しこうとろみが増して麺にね絡まってきますね。うわおいしい、めちゃくちゃ麺おいしい。麺がね本当にもちもちでスープによく絡むし、カレーとの相性抜群ですね。でまたこのチーズがいいアクセントになってて少しこうまろやかにねしてくれるんですよ。めちゃくちゃ美味しい。72時間熟成にこだわった手打ち麺、ふっくらもちもち食感が特徴の筑後うどんです。そしてお店自慢のだしに肉汁も加えたカレースープはうどんとの絡み方が抜群。そしてうどんをある程度食べたところで、カレーうどんに大好きな分なんです。なるほどですね、可愛らしい。そうです、うどん人の方がおっしゃってました、はい、最後はもうこれを入れて締めるっていう、はい、さらにうどん人おすすめの食べ方は天かすを加えること。うわーこれ絶対おいしい。これ絶対やった方がいいです。めちゃくちゃ美味しい。こう天かす入れることによってちょっとこうサクサク感も生まれて食感もいいでしょう。スープをもう最後の一滴まで食べ尽くせるやり方ですね。めちゃくちゃ美味しい。そんな締めまで楽しんでいるあきらくんの元に、いやこれが美味しい、最高や。社長でございます。社長、どうも社長、びっくりした。社長わざわざすいません。なんと特例うどんの社長がアキラくんに会いに来てくださいました。さらにさらに最後にお召し上がりをしてもらいまして、コメントもらいたくてこういう形でコメントします。じゃあこういう形で、スタッフの方も皆さんすごい可愛い、可愛いでしょ。こういう形でしてますから。あ、やっちゃんプリン、やっちゃんプリンは食べてもらえる。これ何ですか、やっちゃんプリンって。やっちゃんプリンは社長が、え、やっちゃん、あ、やっちゃん、やっちゃん、やっちゃんのプリン、すごい、わかりました。食レポ聞きたいねうまさをね。おー、いいっすね、なんか、きめ細かい感じで。うん、めちゃくちゃ美味しい。本当美味しい、うん、濃厚な卵の味わいとこのめちゃくちゃ舌触り滑らかな甘さも控えめですごいさっぱりしてて食べやすくて美味しいですね。だったね。これか、見てください、これこれですね、やっちゃんプリン。お菓子作りが好きな店主やっちゃんどっちだけ、おかしなやっちゃんとこれだよ。いやいいですね。ああ完食しました。どうもどうも。いやいや、お互い様ですね。ああ嬉しい。お二人は、あ、安全見守り隊、あ、子供が帰ってくるの。ああなるほどなるほど、下校の時間とかですかね、低学年とかのね。ちょっとおすすめのうどんを町の方に聞いて回ってて、お二人のおすすめありますか。私は好きなのは手打ちやん。あ、手打ちやんさん、はあはあ、あるでしょ、あってこっち。美味しいですよね。手打ちあんさんを選ぶ一番のポイントは、やっぱきのこご飯。あ子供たちの安全を見守るうどん人一押し、手打ちあんに決定です。おすすめいただいたのは手打ちあんの筑後店ということで、早速バスで移動。さあ到着しました。カンバラバラのバス停でございますね。筑後市も久しぶりでございます。もうこのバス停からもう見えてるんですよね、後ろに看板が。じゃあ向こう側に渡りましょうかね、まずはね。こちらでございますよ、手打ちあんさん。ここは筑後店ですね。じゃあまずは取材交渉から行ってきます。失礼します。こんにちは、すいません。
再びお勧めしてもらって。あ、はい、今からです。あ、今からとかって。取材 OK です。心よく OK いただきました。ありがとうございます。じゃあ早速中に入りましょう。いや、いいですね。はぁ、よいしょよいしょよいしょ。失礼します。ごめんください。よろしくお願いします。あ、店長、あ、どうもよろしくお願いします。すいません、今回はちょっと突然のまた取材で、はいはいはい、ちょっとメニュー見させてもらっていいですか。はい、あ、大丈夫です。すいません。結構こういう定食系がやっぱ人気ですか。そうですね、定食系と今ザルうどんの季節なんで、ザルの定食。いいですね。あのうどん見てもめちゃくちゃおっしゃってたのが、きのこご飯がついてる定食セットを食べるっておっしゃってたんですよ。あ、そうです。きのこご飯がやっぱ一番人気なんですね。そうですね、ね、きのこ好きです。めっちゃ好きです。ご存知だけ出たんですか。見てます、ね、嬉しい。ということで、あきらくんはザルうどんにきのこご飯がついた定食を注文。はい、すみません、はい、ありがとうございます。ザルきのこご飯定食、めちゃくちゃ美味しそう。これこそもうこの時期にぴったりのうどんですよ。見るだけでこう涼しげなザルうどんと、でそしてこっちがもうきのこご飯、もうこれまだ熱々ですね。もう本当湯気のぼってるぐらい。まずはね、薬味をこの漬けだれに入れましてと。うわー、これですよ、この麺。ちょっと中細麺ぐらいのね、この綺麗なツヤのある麺。よいしょ。うわー、いい。このつゆの絡み方もやっぱいいですもんね。うん、うん、めちゃくちゃ気持ちいい。もう美味しい。このキンキンの麺が喉をね駆け抜けていくこの感じ、いや、やばいですね。このつけだれもあの割と甘さの効いた、でもあっさりとしたお味なので、この夏にはぴったりですね。麺はお店の看板通り本格手打ち。湯がきたてにこだわった柔らかくもちっとした粘り強さが特徴です。ザルダレは味の馴染みが良くなるよう、醤油やみりんなどを2週間以上寝かせて返しを作り、その後カツオ、昆布だしと合わせるこだわり。ちょっとじゃあきのこご飯いきましょうかね。もうこれ手打ち庵さんの名物メニューですね。このちょうどいいサイズ感とご飯の一粒一つの色がすごくないですか。もう味が染み込んでるのがもう見て伝わってると思います。はい、いいですね。うん、ああ、もう最高、大好き。ご飯自体にめちゃくちゃこう味が染み込んでるんですよ。このキノコ自体の味ももちろんなんですけど、少しこう甘く味付けされてて、それがご飯にもやっぱ染みてますね。例えばこのサイズ感がいいんでしょうね。うどんだけだと物足りないっていう方はキノコご飯は絶対チャレンジしてください。いやー、店長、体が一気に冷えました。あ、うん、この手打ちのこの麺の感じをザルうどんがやっぱり一番感じられて、ね、柔らかくて、まあ、弾力、あ、うん、麺肌がツルツルしてるから いいザルうどんかなと思います、うんうんうん、はい、うちの特徴はでも こっちのせいろご飯かな。めちゃくちゃ美味しいです、このきのこせいろご飯。大体どこでも味ご飯っていうと冷たいあのおにぎりとか柏、うんうん、ご飯とかが多いんですけど、うちはあの熱々で、そうですよね、はい、注文が入ってせいろでバーッと押すから、はい、はい、そうなんですね、しいたけの戻し汁とかで、あと大木さんのしめじを炊いて、はいはいはい、その炊いた汁とそれとうどんだしとこう調合して、でご飯を炊くんです、炊き込む、はいはいはい、だからそのきのこの汁が出て、それでご飯を炊くんで、だから、はい、味はしっかり入ってます。なるほど、ちょっとぜひザルうどんとあとはこのきのこご飯を一緒にセットで食べるというのがね、いいと思いますね。うん、完食しました。